逆に必死で楽しんでます。はい、障害を必死で楽しんでます。もうマイナスをプラスに変える。カカ君もそう言った方がいいかな。ハッピーじゃなれたはずなのにな。アンダーで結構がっつり踊ってました。モリコジャパンです。白状ダンサーです。白状ダンサーなのかな。はい、白状ダンサーです。薬剤師してます。網膜色素変性症です。目見えなくなるっす。自分で自分を食ってます。なんでまあ治る病気じゃないってなって、網膜の細胞が自分で自分を殺していくというか、自分で自分を殺していきます。勝手になんかわかんないですけど、謎の病気っすよね。単純に今見えないから怖いっていうのもあるし、周り何も見えないから、まあ、ぶつかるのとかとかもわかんないしまあ、とりあえず大丈夫でしょ、いけるかなみたいな感じでやってますね。なんか多分これまっすぐ続いてて、そう、おお、そうです。で、あっち側に多分太陽があって、おお、そうそうそう。これなんすか。これはまあ町ですね、こっちは。これ町ですか。右は町で、左が湖だったんですよ。高いとこなんすか、結構。そうです、そうです。すごいですね、わ、はいはい、かるんですね。高いとこなんだ。高い、そうね、うん、高いです。ちょっと高いとこ。仲間がいないと生きていけなくなってしまったんで間違いない。一回荷物置きたいかも。幼稚園で迎えに来る親の顔が分かんないみたいな感じで、まあ、そんなんから始まって、まあ、だんだ ん, なんかガラスにすげえ突っ込んだり足元すごいつまずきやすかったり、ぶつかっちゃったりとか多くなって、で、なんか暗いとこ明るいとこ見えなくなってって、で、視力も出なくなって、なんか文字とか見えなくなっていっちゃってって感じですよね。俺の見えてる範囲ってこのぐらいなんですよ。これの中がしかもモザイクかつ、まあメガネとかかけてても視力 0.02 あるかないかぐらいで、だから必死で探してますRPG のなんか地図みたいな感じで。そうっすね。だから今やれることを全力で、だんだんできなくなっていっちゃうこと結構あるんで、うん、だんだんできなくなっていくんで、もう頑張れることもできなくなっちゃうんですよ、そうするとだからまだダンスは頑張れるんで、うん、頑張れるし、周りもそうやってサポートしてくれるっていうのもあって、やっぱやってもらったらやらなきゃじゃないですかだから頑張ってやってますね、ダンス。はい、障害とかそういう病気とか持ってる人の希望になりたいっていうのがありますね、っていうのと、あとはまあその自分が有名になることでちょっと視覚障害者への理解がちょっと深まればいいなって思ってますね。目が見えないってことで諦めちゃってるのはもったいないというか、うん、今はもう諦める理由じゃないと思うんで、なんとかね、うん、みんなでやってみんなで出れるようになったらいいですけどね、どんどん社会に、うん、なんかそうすることでね、移動ができないとかもなんか改善されるかもしれないしね、なんかテクノロジーでね、そうそうそう、うん、みんながたどり着けないって困ってるってなったら、やっぱね高齢化でそうなっていくでしょうと思って目見えない高齢者、耳の聞こえなくなっていく高齢者が多くなっていく中で、やっぱいずれはそういう技術が必要だと思うんで、うん、そういうののね、なんか先駆けというか、まあ実験台っちゃあれですけど、まあそういうのに使っていただいてもいいのでやってください、はい、そうですね、自分がなんかそういう、うん、ロールモデルになれたらいいですけどね、障害活躍する視覚障害者、うん、登録よろしくお願いしますね。ピースブラッ、かわいい